皆さんこんにちは。森里川海プロジェクトアンバサダーの佐々木恵里です。この動画は環境省の森里川海プロジェクトで取り組んでいる暮らしを変える SDGs というテーマでお送りしています。毎回企業の取り組みを紹介しながら、私たちの暮らしがより良くなるためにみんなでアクションをしてみようという内容になっています。今回はオンラインでお送りしていきます。皆さんこんにちは。こんにちは。今回のテーマなんですが、ズバリお買い物です。まずはそごう・西武。もう皆さんね、そごう・西武については知ってるよっていう方多いかと思うんですが、そごう・西武について、薄井さんの方から教えていただけますか？そごう・西武の百貨店、いわゆる小売業になります。今までだったらその季節のファッションであったりとか、セールであったりとか、そういったことでお客様をお呼びできてたんですけれども、なかなかそれだけだとなんかお客様の心に響かない。百貨店だからこそできること、なんかお客様の金銭に触れる、なんかそういったワクワク感、なんかそういったものが一つでも多くお伝えできればいいかなと思って、日々試行錯誤しています。金銭に触れるストーリーについてですが、そごう・西武が発信された2021年のお正月の広告だったかな、SNS ですごく話題になりましたよね。これは2020年6月から11月までの西武そごうでのお買い物の記録。レシートは希望のリストになった。新型コロナウイルスで行動が制限された2020年、それでも自由に旅行できる日のために662人のお客様がスーツケースを購入された。マスクの下でもメイクを楽しみたい76175人のお客様が口紅を購入された。百貨店が売るのもお客様が欲しいのもただのものではないということ。百貨店が売っていたのは希望でした。昨年1年間コロナっていうことで、いろんな人がいろんな我慢をしてたりとか、なんかちょっとこう社会全体が後ろ向きになってたりとか、なんかそういった1年だったと思うんですね。何か誰かの幸せにつながっている、なんかそんな希望っていうのが多分そのお買い物にはあって、なんかそれをすることによって多分それがすごく身近にできるサステナブルな活動の第一歩なんじゃないかなっていうふうには思ってます。タロアートさんはキャラクターアーティストとしてさまざまな商品を、作っていると思うんですが、買い物と環境についてどういうふうにお考えですか？そうですね、今はすごく本当に変化のど真ん中にとか、そういう感じを受けています。っていうのは、その僕、キャラクターアーティストという仕事は、企業とか、新商品とか新しいものができた時に、そのコンセプトとかメッセージを伝える、キャラクターを通じて伝えるという仕事をしてきているんですけれども、長い文章とか、なんだろうな、いろんな伝え方はあると思うんですけれど、僕の場合はもう少しそのキャラクターとか、その絵本のようなストーリーというか、そういうものに乗せて、なるべく多くの方にそういうものが目に留まるように、そのメッセージを届けられればいいなと思うような、そんな仕事をしているという感じですね。近年のテーマでは当たり前を疑うっていうことを自分の中のテーマにして生活してきてたんですけど、周りを見ると水筒を使っている人もいるし、トートバッグを使ってる人もいるし、自分のその数年前までの生活を考えると、やっぱりその利便性とか、その大量に作って安価で売っているものっていうものを全否定することも自分の中ではできなくって、そういう意味ではいろいろな価値観が今
交錯しているというか、入り乱れていて、それが多分当たり前を疑いつつ、なんかそうすることによって寛容さをもうこう得られたというか、なんかそういう視点でこう買い物もするようになってきました。百貨店そしてお買い物はワクワク楽しいという感情的な要素から、生活を豊かにしていくようなこの物質的な要素もあって、日々に欠かせないものだと思うんですね。でその反面、環境を考えると大量消費とかこう大量生産などネガティブな要素がどうしても取り上げてしまわれる機会も増えてきてしまってるなっていうのを感じるんですが、今佐々木さんがおっしゃったように、なんかそういう問題されてて、じゃあ20年前ってどうかなって考えると、なんか今ほどそんなにこう緩やかだった、もっともっと緩やかだったかなと、まあ、そんな20年ぐらい前から総合生物ってちょっと環境については考え始めていて、で環境 の国際規格の ISO14001 っていうのがあるんですが、実はこれ百貨店で初めて取得したのが総合生物なんですね。でも今はもう皆さん知ってるように SDGs だったりとか ESG だったりとか、もう今なんかその活動に取り込めない企業こそが、なんかどん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 なんか社会から消えていく、なんかそれほどですね、世の中の目も厳しくなってきたのかなっていうふうには思ってます。当然我々店舗持っているので、まあ、店舗のメンバーとあとお客様がなんか一緒になって、なんかの環境とか社会にいいことっていうことで、3つの社会貢献活動っていうのを10年以上ずっと続けてるんですね。百貨店だけでなんか解決しようと思っても全然そんなことってできなくって、多分そこにお客様と一緒っていうのが一つのキーワードだし、大体まあ百貨店って大体がまあ駅前にあって、なんかみんながこうつながる場所がなんか百貨店なのかなって思ってるんですね。だからそういったなんか街のハブとして、なんか一緒にみんながやることによって、どん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 活動がの輪がこう大きくなっていくんじゃないかなっていうふうに考えてやり続けます。ちょっといいことプロジェクトってすごく素敵なネーミングだなと思うんですが、薄井さん、このプロジェクトについて教えていただけますか？何かこう今まで環境のことなんか考えてなかったんだけど、何かやってみたいな、したいなって思っていても、何か何からやっていいのかわからないとか、どうして参加していいのかわからない、何かそういったことに対して多くのクリエイターさんにも参加していただくことによって、何かそれを持つこと自体が環境もいいんだけど、ちょっとそういう自分も好きになっちゃうみたいな。最初はオーガニックコットンの T シャツを、クラウドファンディングでやったというのが始まりです。はい、まあ今日実は田畑さん来ていただいてる。おたまたまそのネットで見つけて、で僕それはいいなと思って買ったんですね。でそれを買ったら、実はそのプロジェクトを知り合いの方がこうなんかお手伝いされていて、総合生物さんとなんか環境についての話をする機会をいただいて、そんなことがあって、その後に、チキンキョということプロジェクトを始めたいんですっていう話を伺って、ちょっとじゃあぜひご一緒させてくださいという流れになった次第なんです。第2弾もやっぱり環境素材ということで、まあ、再生ポリエステルを使った、まあ、エコバッグで、実はここにもですね、田畑さんが参加していただいて、同じものが悔しい。やっぱり環境のイラストレーションとかデザインってなると、どうしてもやっぱりこうなんだろうな、地球とかこう環境
森林とかそういったものを想像しがちなんですけども、そこもまたその当たり前を疑うっていうところで、なんかもう少しそのそもそもそういうことに関心がない人たちに届けたいという思いがあったので、可愛いとかなんか ラッキーでなんかついてそう、これを持つとついてそうみたいな思いで、なんだろうな、こう手に取ってくれる人が一人でもいるといいなという思いで、あえてこういう可愛いらしいキャラクターのモチーフにさせていただきました。第3弾も、同じく再生ポリのマスクっていうことで、やらせてもらってですね、割と日常で使えるものなんだけれども、まあ、そこに環境のいい素材を使うっていうのはマストで、まあ、そこに、クリエイターさんたちのメッセージを載っけることによってものすごいこう付加価値が上がって、やっぱりもう忖度なしにクリエイターさんの力ってものすごいなって感じてます。今こう聞いた感じだとちょっといいことどころかすごくいいことなんじゃないかなっていうふうに感じますよね。最初はちょっとでいいんです。ちょっともたくさん集まればすごくなってくるので、なんかその積み重ねでだんだん地球が変わってくればいいかななんて、ちょっとなんかこうやや妄想めいたことも考えてます。ではですね、この番組は SDGs を実践するための暮らしのヒントがテーマになっています。お買い物を通して SDGs に何か貢献できることってこうあるのかなって皆さんね考えてる方も多いかなと思うんですが、地球にちょっといいことプロジェクトの実は第4弾になるんですけども、はい多分エコバッグも今年とか去年1年間で随分もう広まってきて、もういよいよ第2ステージなのかなって思ってて、エコバッグって割となんかハンカチ感覚なんですよ。折りたたんでちょっとポケットに収納できちゃう感じ。そして実は地球にちょっといいことプロジェクト、これ乗っかっちゃいましょうということで、第4弾にこの番組のチャレンジ企画もコラボしちゃっていいですかね。お願いします。じゃあコラボしちゃいましょうということで、詳細はこの番組の最後にお伝えしますが、じゃあコラボしちゃいます、決定で、イエーイやったー、やりました。やっぱりストイックにこういろいろ突き詰めていくんではなくて、この今回のちょっといいことプロジェクトのちょっとでもいいですし、なんか少しでもこう緩くなんか続けるっていうことが、まあ、持続可能な社会を作るっていうことでも、なんかその持続していくっていう意味でも大切なんじゃないかなと思っています。まさにそのちょっと続ける、ちょっとずつでもいいから毎日続ける、そしてそごう・西武のように10年間活動につながっていくのかもしれないですよね。今日はありがとうございました。暮らしを変える SDGs お出かけのお供チャレンジ、わーどうも皆さん、そごう・西武とタロアートさんの動画いかがでしたか。いやー、お買い物ってやっぱり奥深いですよね。ワクワク、そしてドキドキ、いろんなものを買ってるんだなって思いました。そしてここからは見てくださっている皆さんと SDGs を実践して暮らしを変えてみようというコーナーです。今回のチャレンジはお出かけのお供、日々のお出かけの際に持ち歩いているお気に入りのグッズを投稿してください。例えばマイボトル、ハンカチ、エコバッグ、繰り返し使えるお出かけのお供ってありますよね。持ち歩くことで日々の生活でこう捨ててしまう、どうしてもシングルユースや使い捨てなんて言われているものを削減できるので、ゴミを少なくすることができます。ちなみに私はこんなものを持ち歩いているので、今日はご紹介していこうと思います。まずはこちら、マイボトル。
このサイズのマイボトルってこう女の子の小さいカバンにも入りますし、ポッケにも入りますし、すごく便利なんですよね。私はもちろん大きいサイズのものから、この最小はこんな小さいものもあるので、これを使っています。そしてマイ箸、これもね結構定番なんですけれども、持ち歩くのついつい忘れて使い捨てのものを使いがちなので、しっかりと箸もおすすめです。そしてこの箸袋に見えているこちらはですね、なんとエコラップなんですね。で、例えばパンが残っちゃった時とかにこう包んでお持ち帰りしたりしています。そして次はこちら、ハンカチじゃんと思うかもしれませんが、こちらなんと手ぬぐいなんですね。これはタロアウトさんのキャラクターの手ぬぐいですが、この手ぬぐいっていうのはもちろんハンカチにも使えますし、暑い時にはこんな感じで日よけにもなりますし、あとはですね、エコバッグを忘れてしまった時にこういう感じで包んで物を持って帰ることもできるので、すごく便利です。手ぬぐい、とってもおすすめなお出かけのお供です。そして最後こちら、シリコンバッグです。こちらもですね、例えば食べ残してしまったものを入れて帰ったりですとか、何か量り売りのものを買うときにこれをまず量って、ここに物を入れて量り売り、そのまま持って帰ることができるので、ゴミが出ません。こんなグッズを使いながら日々楽しく暮らしています。森里川海のインスタ公式アカウントのストーリーにこのチャレンジのテンプレートを用意しますので、それをですねスクショしていただいて自分のストーリーにアップしてください。その時にメンションを忘れないでくださいね。森里川海の公式アカウントをメンションで入れていただくと、私たちが皆さんのチャレンジを見に行きます。ぜひお忘れずに入れてください。この動画の説明のところにも参加方法を載せているので、参考にしてみてください。ではここから約1週間みんなで楽しく暮らしを変えるチャレンジ挑戦してみましょう。結果発表はこの YouTube チャンネルで発表します。ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いします。それではインスタグラムとこのチャンネルでお会いしましょう。